さあ、歌の時間がやってまいりました。本日300回目の今日の表現はですね、 offer。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。もちろん名詞で著者、これは有名ですよね。じゃあ author、 動詞の場合はいかがでしょう。本を書く、まあそのまんまっちゃそのままなんですけども、もちろん名詞で著者、それを動詞で表したら、まあもちろん著者は本を書くのがお仕事でございますので、そこからつなげるのは難しくないかと思います。ですから、名詞で著者の方がおそらく有名ではないかなという感じがいたしますので、動詞もしっかりあるんだよというところは意識しておいていただけると嬉しいかと思います。そして、author ですが、もちろんこれから来てますよね。Authority、 これですね。ここに著者がおります。ですから Authority、 意味は権威ですよね。ですから著者はもちろん権威を持っております。出版社としてもやはり著者に本を執筆いただかないとですね、出版できませんので、著者様々という感じでございます。そういったところから、authority、権威というところも2つ、合わせていただけるといいかと思います。ですかね。ですので、author、著者、そして動詞で本を書くですね。そして、それの元になっているのが、authority、権威。ちょっと3つ大変ではあるんですが、やはり品質でございますので、頑張って押さえましょう。で、ちなみに、オーサーですが、こちら ETS が制作いたしました公式問題集トレーニングのリーディング編、101ページにも掲載されておりますので、参考なさってください。そして我々はですね、皆様の TOEIC のスコアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。